この時間は2020明治安田生命 J3 リーグ第4節カターレ富山対ブラウブリッツ秋田の一戦をお届けいたします。画面右青のユニフォームホームカターレ富山、そして画面左白とグレーのユニフォームになりますアウェイブラウブリッツ秋田です。カターレ富山のスタメン予想フォーメーションでご紹介しますが、前節からスタメンが全員変わっています。ゴールキーパーは岡、ディフェンス4枚八木下、ルーカス、ダウベルマン、トネ、松原、ツーボランチ、臼井と末木、2列目は佐々木陽次に椎名、ツートップ松沢と竹颯と予想しています。さあアウェイのブラウブリッツ秋田、こちらは前節と全く同じメンバーのスタメンになります。ゴールキーパーは田中雄大、秋田は田中雄大同姓同名のディフェンダーの選手もいますが、今日は登録されていません。ディフェンス4枚は鈴木、千田、ハン・ホガン、鎌田、ツーボランチ、江口、山田、2列目右沖野、左茂、ツートップは中村亮太と斉藤啓太、こういった予想をしています。トラは2年目、今日が J リーグデビューになります。そして末木ヘディング、シャーとこれチャンスでしたが、竹まずは椎名のシュート、キーパー弾いたところに竹がいてというところ、いや竹大丈夫ですかね。斉藤エリアの中には2人入っている、中にボールが入ってきた、キーパーパンチング、ここはもう一度しかし秋田も収めます。チャンスが続く、鎌田茂の足元、ボールが入る、エリア中には3人入っている秋田、近いところ、まず1対1か、いやーキーパー、これはナイスコースを変えました。これは岡が触れてなければ枠の中に行ってました。先生にボールを送った、武打てるか、いやー取り囲んで秋田、この距離からシュート、八木下の左足はわずかに枠の上でした。今シーズンは今日が今シーズンの初出場になります。ここは斉藤が戻して、鎌田上がってくる、ファーサイドに流れていくシュート、わずかに枠の左、沖野のシュートです。このボールに富山気をつけたいところ、秋田は狙っていました。右サイド八木下、エリアの中には2人3人入ってくる、カターレファーサイド、キーパーパンチング、どうだ、ゴールの前、守った、守りました、秋田これいい形作りました。八木下からファーサイドへ、キーパーパンチング、佐々木、しかしここは千田でしょうか、よくゴールに蓋をしていました。中村が下がって井上が入ります、それから沖野が下がって久富が入ります。アドバンテージ見ています。右へ開いて中、ミドルからシュートは枠の上だ。佐々木陽次とね、ルーカス・ダウベルマン2人もハーフウェイライン超えたところにいます。高い位置に来ている、シュート打てるか、まだ秋田のボールだ、前線高い位置に選手が残っている、山田低いボール、シュート、チャンスがある、決まった、先制は秋田。途中から代わって入った井上、さああと何プレーできるのか、長いボールは千田、ここでホイッスルです、試合終了。秋田これで開幕から4連勝、
連勝を伸ばしました。